私はあかり。スポーツ用品を扱う会社の総務で働いている。去年係長に昇進し、部下も持ったことで仕事にやりがいを感じているところだ。係長、新人さんが来るのって今日でしたよね。うん、もうすぐ来るはずだよ。確か長距離走の元日本代表選手なんですよね。学生時代は駅伝とかでも活躍していた。そうそう、選手としては去年引退したみたいで、広報の柳瀬部長がスカウトしたんだって。柳瀬さんの大学の後輩らしいよ。うちの会社はアスリートのセカンドキャリア支援も行っていて、社内には元アスリートも多く在籍している。みんな体育会系で気持ちのいい人たちばかりなので、今回配属される新人にも期待をしていた。だが配属された結城さんは少し違っていた。今日からよろしくお願いします。最初は覚えることが多くて大変だと思うけど。え、俺の上司なんですか？はい、まあ。はぁ、マジか。年下の女が上司かよ。つうか、なんで俺が総務なんて地味で暗い部署なんすかね。俺のこと知ってますよね。俺がなんでこんな窓際部署なんすか？窓際って、総務は会社の縁の下の力持ちって言われてて、地味だけど、すごく重要な仕事で。でも、メディアの露出とかないっすよね。俺の知名度を生かすなら、もっとこう、華やかな広報とか営業とか、そういう方が向いていると思いません？いや、人事のことは私じゃわからないので。はぁ、俺を誘ってくれた柳瀬さんと一緒に働きたかったのにな。うわぁ、なんか厄介な新人さんが来ちゃったな。配属初日から不安だらけだった。え、結城さん、お願いしたこの入力まだ終わってないの？ああ、はい、なんかよくわかんなかったんで。わからなかったら早く言ってよ。これ今日中に申請あげないといけないやつだって言ったよね。じゃあ俺に任せるんじゃなくて自分でやればいいんじゃないですか。俺がやりたいって言ったわけじゃないし。はぁ、結城さん、これ営業部に持って行ってくれないか。なんで俺が？手が空いているみたいだし、結城さんは足が速いだろ。いやいや、俺の足は学生時代神の足って言われてたんすよ。そんな無駄なことにこの足を使いたくないんですけど。係長、もう限界です。結城さんのあの態度、あれはいくらなんでもひどすぎますよ。確かにちょっとひどいよね。この前なんて仕事しないどころか元のファイル削除してそのまま帰ったんですよ。復元するのがどれだけ大変だったか。脚立の足持っててって言ってもすぐスマホ見て手を離すし、もう一緒に作業したくないです。二人ともごめんね。私からもちゃんと言うから。係長だって結城さんが来てから残業増えてるじゃないですか。係長の負担になるのは僕たちだって嫌なんですよ。ありがとう。でもせっかく入社してくれたからには頑張ってほしいから、私も考えてみるね。とは言ったものの、あまりにも初めての人種すぎてどうしたらいいんだか。あれ、これ結城さんのアカウントだ。現役引退してもフォロワー数すごいな。ん？俺に合わないことをさせて恥かかせようとしてる年下の女、マジでイラつく。普通の社会人になんてなりたくねえ。俺の価値を分かってない人間に囲まれてストレスやばすぎ。これって会社の愚痴？はっきりと個人名は書いてないけど、匂わせがすごすぎる。コメント欄も感づいてるし、これは早く止めないと。翌日、私は結城さんに SNS への投稿をやめるように話した。会社の不利益になる投稿は禁止だって入社時に言われてるよね。こういう投稿はダメだよ。いやいや、会社のことなんて書いてないっすよ。証拠もないのに自分たちのこと書かれてると思うなんて自意識過剰なんじゃないですか。でも年下の女って私のことだよね。別に俺自身の話だとは書いてないし、ドラマとかの話かもって考えなかったんすか。つか部下の SNS の投稿を見る上司とか引くわ。普通見ないっしょ。あ、もしかして係長って俺のファン？それで自分の近くに俺を配属しろって進言したとか。うわ、パワハラかよ。は？私は人事のことに口を出せる立場じゃないし、別に見ようと思って見たわけじゃないので。というか、いい加減にその態度と口調を改めてもらえない？社会人としてもっとちゃんと。いやいや、社会人って俺有名アスリートっすよ。そこら辺にいる普通の社会人と一緒にされたら困るんですけど。元有名アスリートな。ほんと、なんでこんなやつうちの部署に配属したんだろう。チームの空気も悪くなってるし、これ以上放ってはおけないよね。やっぱり助けを借りるしかないか。数日後。柳瀬先輩、急に話って何ですか？っていうか、またテレビ出てましたよね。いいなぁ、俺も出させてくださいよ。あ、そうか、もしかして俺の出世の話とかですか？それで急に呼び出し？いや、呼び出したのは俺じゃないんだ。え？じゃあ誰が？私です。え？なんであんた、いや、係長が？私が呼び出しても来ない可能性があるから、柳瀬部長に協力してもらったの。大学時代の先輩で、この会社に誘った柳瀬さんからの呼び出しなら絶対に来てくれるだろうと思ってね。いや、俺は別に係長に呼ばれても来ますけど。
まあ今日は大事な話だから柳瀬部長にも同席してもらいたかったんです。大事な話？じゃあやっぱり出世の？いえ、結城さんの勤務態度についての話です。人事に確認したところ、結城さんは入社後3ヶ月間は試用期間みたいですね。いつも言ってますけど、もう少し真面目に働いてもらわないと、試用期間後の雇用契約を更新しないことも考えないといけなくなります。は？会社や業務内容に関する SNS への投稿もやめてって言ったのにやめないし、これ以上続けるなら私も上に報告をあげないといけない。は？クビってことすか？っていうか、俺の能力やネームバリューに合った仕事をさせない会社が悪いんだろ。俺の知名度を利用したかっただけのくせにクビにするなんて何様のつもりだよ。柳瀬先輩だって俺が総務なんてもったいないと思いますよね。俺レベルなら先輩みたいに広報とかスポーツウェアのモデルとかに使った方がいいでしょ。俺の無駄遣いですよね。結城さん、まさかここまでとはな。先輩？結城、本当はこんなことは言いたくはないんだけどな。結城をこの会社に誘った時、正直俺はすごく迷ったし悩んだんだ。え？もともとこの転職の話は結城が所属していたチームの監督から相談されたことなんだよ。は？アスリート時代からサポートスタッフに横暴な態度をとっていた結城を引退後は会社に残せないって言われてな、結城を引き取ってほしいって。話を聞いて俺もその話を受けていいのか悩んだんだよ。でも大学時代から慕ってくれていた結城を見捨てることもできないと思って、反対する役員を説得してアスリートを応援したいっていう社長の温情でなんとか入社させてもらったんだ。え？それって俺の知名度で採用されたわけじゃないってことすか？まあそういうことだな。俺が柳瀬先輩に頭を下げさせたってことすか？頭を下げたのは別に結城のせいじゃない。俺がそうしたかっただけだ。でもお前はこの会社で歓迎されていたわけじゃないと。うわ。そんなことはないよ。私の部署は人手も足りていなかったし、元アスリートの皆さんは動きも軽快で頼りになるし、本来なら歓迎したいところだよ。でも結城さんが今のままなら部下としては不要だわ。ところで柳瀬部長、なんで結城さんを総務部にしたんですか？それはな、結城はアスリート時代にほらスキャンダルとかも取られたことがあっただろ。 SNS でも問題を起こしたこともあったし、メディアに出るような仕事をすぐに任せられるかって言われるとなかなか難しいってだけだから。はあ。だから社長とも相談して、まずは総務として会社の中のことを勉強して社会人としての経験を積んでもらおうって話になったんだよ。総務の仕事は社内の人と関わることが多いし、あかりさんは人の使い方がうまいと評判だったからね。結城の社内での評価やイメージアップにつながるってことでこうなったんだ。そうだったんですね。そのことをきちんと結城に言おうか迷ったんだけど、プライドの高い結城が嫌がるかなと思って言わずに様子を見ていたんだ。確かに無駄にプライドが高い人の扱いって困りますもんね。こんなことになるなら最初から言っておけばよかったよ。結城さん、そういうことみたいだけどどうするの？これから態度を改めることはできる？結城さんがプライドを捨てて私たちと協力してくれるなら、私たちできる限りの応援をするから一緒に頑張りたいんだけど。係長、俺あんな態度だったのに。この会社で出会ってチームメイトとして仕事する以上は過去にどんな実績があったとかは関係ないの。私も他の人もそれぞれいろいろな過去がある。私には元有名アスリートの結城さんの気持ちを理解することはできない。でも他の方を理解できないのは結城さんも同じだよね。どっちが上とか下とかではなくてね。だからこれからお互いを尊重して少しずつ理解していきましょう。係長、ありがとうございます。どうだ結城、過去のプライドを捨てて態度を改められるか？お前を歓迎して受け入れてくれるところは他にどこにもないぞ。わかりました。心を入れ替えて頑張ります。自分の採用と配属の真実を知った結城さんはかなり落ち込んだようだ。どうやら結城さんは元プロアスリートという肩書きにプレッシャーを感じて、横柄な態度をとって他の人を見下すことで自分を守っていたようだ。そういう気持ちだったのね。とりあえず総務のみんなにも今までの態度を謝るところからだね。はい。でも許してくれるかどうか。大丈夫大丈夫、みんな優しいし大人だしね。それにほら、結城さんのイメージってうちのチーム内でも最悪だから、謝ってくれるだけでイメージアップ確定だよ。笑顔でひどいこと言いますね。その後本当に反省をした様子の結城さんは態度がガラリと変わった。すみませんでした。別にいいですよ、また一からしっかり教えますからね。実は俺も学生時代は陸上部だったんだ。結城さんみたいな実績はなかったけどね。今度一緒に走ろうぜ。はい、よろしくお願いします。素直になった今の結城さんは以前よりも楽しそうに働いている。コピー機の調子が悪いそうなんで行ってきます。え、そこまでしなくても管理番号を聞いて業者に連絡すればいいよ。いえ、自分が行った方が早いんで。ついでにトイレの詰まりも直してきます。ありがとう。でも走りすぎないでね。はい。
自分から進んで仕事をこなしてくれるので助かっている。自慢の足を使って社内の困りごとを何でも解決してくれる頼りになる人として社内人気も高い。私はこうして新入社員の育成という大きな課題をクリアしたのだが、ゆうきさんのおかげで残業も減ったし、ほんと助かってるよ。それは良かったです。それにしても係長、昼飯それだけですか？え？うん。バランス悪すぎですよ。それに最近増量してますよね。う、確かに最近運動不足で気になってるけど。スポーツウェアの会社の管理職なのに自分の体型の管理ができないなんてダメですよね。う、正論すぎる。ところで係長、休みの日って何してるんですか？疲れて家でゆっくりしてるかな。そうなんですね。じゃあ俺に付き合ってくれませんか？え？付き合う？はい、休みの日に俺と一緒に走りません？え？ゆうきさんと？はい、一緒に走りましょう。 42.195 キロ。フルマラソン？絶対無理。仕事ができるようになった部下からの誘いを無理にすることもできず、なんとか断る口実を考えるという新しい課題ができたのだった。